こうやってシェアというものができ、あ、こうやって先輩方はきっと投稿しているのか。正解？すごい。今日見て、可愛くしたんだよ、みんなのために。あ、ペンライトありがとう、黄色とオレンジの。あ、ハートありがとう、ごめん見ててなかった、ありがとう。ラッパーありがとう。でもなんか崩れちゃった。音符ありがとう、ペンライトありがとう。わあ、黄色のペンライト、あ、かわいい、嬉しい。わあ、水色のだるまさん、ありがとう。結び直そっかな。オレンジありがとう、ペンライトありがとう、音符ありがとう、音符ありがとう、バラありがとう。ハートありがとう。こうやって知ってる、三つ編みってね、後つくんだよ。こうやってずっとやってると。小判ありがとう、音符ありがとう。今日9時から NGT の公式ルームでね、配信があるので見てくださいね。三つ編み難しくないよ、な、慣れちゃえば。劇場ガチャ、ねえ、当たったね、当たってたね。あのね、あれだよ、まだ書いて、まだ書けてないけど当たってるなって思ってたよ。ありがとう、当ててくれて、音符ありがとう。こまちゃんから発表して、なんでやねん。みんな、あと1時間、あ、あと2時間、うん、あと1時間頑張りなさいよ。日曜初こまちゃん、よかった。ほら、ありがとう、当たりがとう。お願いします。うん、全然書かせてください。ハートありがとう。あれ、ちょっと失敗しちゃった、なんか。失敗した、最悪。鏡見ながらやらないと失敗するんだ、私って。こっちのまだボサ、もう最悪。音符ありがとう。諦めた。受付で何話せば、悩んできた渾身の一言を発してください。アヒル口してないでしょ、そんなあざといことはできないですけど。あ、絶対こっちも斜めになっちゃう。公園でまた、確かに入れ違いだね、最近ずっと。土曜日に公園行くんだけど、あー、
そうね、土曜日はいないわ。前座スケジュールがね、遅いからね。ごめんね。コアもほんとみんなの発表の30分前に知ってるから何とも言えないわ。プライベートで劇場来て絶対怒られるんだけど。ハートありがとう。ラッパありがとう。俺も土曜日の昼これいないよ。もういない。みんなすれ違うね。悲しい。音符ありがとう。コマちゃん隣の。コマちゃんじゃなくてごめん。最悪。そんな人。かわいそう。そしたらメンバーが。そしたらもう、あなたのために来ましたって言ってください。晩酌祭、いいね。もに会えなくて、やまないで。ほうちゃんのこと好きでしょ。今入院中。あら、頑張ってくださいね。コマの写真見ながら。ハートありがとう。かほちゃん。日曜昼に。え、嬉しいね。それ嬉しいじゃん。あれだよ。でもあれしたんでしょ？いっぱい野球とかのお仕事行ったんでしょ？ゴルフばっかり。ゴルフ好きなんだね。ほら、ありがとう。あ、エビシューさん配信してたんだ。へぇ。ハートありがとう。ん？何これ、なんていうやつ。は、宝箱かな。え、このアバターは初めて見るんだけど。来月は必ずくまちゃん、うん、おいで。ラジオ部野球日曜か。すごっ、頑張ったね。流れ星ありがとう。緊急性公演始まったら会いに行きます。おいで。始まるか分かんないけど、いつ始まるのか分かんないけど、あるのかすら、みんなと本当同じ情報しか私は分からないので。配信見ながらですか、パンさんの歌唱力。そうじゃん、そうじゃん、そうじゃん。祈って。なんかめっちゃ週末、確かに明日お仕事ない。みんななんか今日金曜日感あるね。確かに顔バレしてないか。確かにバレないけど、え、そんなことすんの。さっと受付終わったらコマのとこ来てさ、僕だよって言ってね。ご飯は食べてない。実はね、お昼寝してた、さっきまで。で 10分前ぐらいに飛び起きて、メイクした後にお昼寝しちゃって、飛び起きて髪はボサボサなんだよね。今直した。大丈夫は解消する。やば、ガチ勢じゃん。いいね、最高。そうさ、確かに始めたいね。来月には始まる。うん、どうなんだろうね。今日の配信で緊急性公演の発表。いいね。そしたらいいね。日曜日昼だけなんだね。そうなの。当たったのね、卒業公演。すごいじゃん。今日、残念、金曜日じゃないよ。お言うね。ちょっとそう、バレてた？バレてるよね。そりゃそうだよね。昨日ね、行ったね。昨日行ったわ。
夜お好み焼き。すごい。寝る怖さ。昨日遅かったんだよね。3年ぶりに活動再開しました。つぐさん誰これは。なんか三原さんとかつぐさんとか系統がある。もうすぐ試験。学校はもう終わりましたよ。ちょっと人波二波あって、人波の時にちょうどあったからわーってなってた。最後のね、カホさん拝みたかったけど、今日9時、うん、明日雨降るの？そうなの？流れ星ありがとう。確かに空き缶のあのウインク見れなくない？ウインクできないんだけどね、コマさんは。全然そうなんです、夜はまみまみ。どうだろうね、楽しみだね。ねえ、西野カナさん活動再開やばいね。コマずっと歌ってたな、小学1年生の頃にドハマりしました。私はコマちゃんの少量もなくて寂しかったのありがとう、そんなこと言ってくれて。どんなドレスなんだろうね。カホさんに最後に会えたのは先月。あー寂しいよね、本当アイドルって儚いよね、そういうの。あ、毛先結び直したら毛先じゃない、毛先バラバラだし。西のかな世代じゃない、世代じゃないかもしれない。でもずっと世代でしょ、西野かなさんも。会いたくて震える、うまいな。会いたくて震える。すごい、震えたことないかもしれない、あんまり。震える、すごい愛だよね。いい、素敵。すごい、リップつかないな。まあ、最近さ欲しいもの見つけちゃってさ、あれだったんだよね。プリンセスのさ、おっきい串がさ、めっちゃ可愛くてさ、一人でお買い物しててさ、って言ったガキンチョみたいになりましたね。プリンセスの串かわいいでしょ、くまちゃん。ガキンチョで周りの人びっくりさせない、うん、頑張る。でももうとっさに出てしまった。最近ね、こうやってね、ここにね、私はブルベなんだけど、ここら辺が緊張じゃなかったの？え？もう高校1年生ですけど。ランマ1月2日さんわかんない、ごめん。コマはファンモンさんが大好きだからさ、ファンモン大好きなんだよね。コマ
ファンキーモーキーベイビー、買ってあげて、君お出かけし、みんなとお出かけしたらいっぱい買ってもらえるかな。年相応の反応、あら本当。あで最近ここをこうやってなんかペリペラとかのさ、白身チーク、白身ピンクチークをさベースでさ、ここに大きく塗ってさ、その後ちょっと濃いブルベの青みチークをここら辺だけに塗るとすごくねジュワってなってて可愛くなるんだよ。みんなやってみな。あ、みんな買ってくれる、やった。ファモのライブいいな。このあれが好き、ヒーローが好き。あれ一番最初なんて、7駅の改札抜ければいつもよりちょっと勇敢なお父さん、ダディ、その背中に真似しよう。かわいい、絶対かわいくなるよ、さらにかわいくなっちゃう。ランマ知らないかも。あれが好き、あの落ちサビの前が好き。うわ最悪、思い出せない。なんで最近めっちゃ聞いてんのにこういう時ばっか思い出せないの、最悪。ね、思い出して、コマの好きな部分。みんなこの曲なんだよ。最悪、思い出せない。乾杯しよう、日本の見えない未来の見えない日本の夜に、それでも日は昇るんだの前。後で調べよう、後で聞こう、なんか聞きたくなっちゃった。すごいね、あれは多分お子さんとか奥さんとかパートナーとか大事な人が、なんていうの、守らなきゃいけない人がいる人が聞くときっと刺さる曲なんだと思うんだけど、私は守られてる側だからこそ、なんだろう、感謝の歌になりますね。もう絶対将来さ、大切な人、出会えた人と結婚してさ、あのさ、子供を産みたいんだよね。おばちゃん、守ってください。みんな女の子が欲しいの、一緒にお出かけしたりしたい。みんなにすごいもんもらって来た。かかってんかのお茶の間、第三のビールで乾杯しよう。そこが好きなの、ナイスすぎる、幸せになってその先先々を応援してくれるの、本当に幸せになってほしいと思ってくれてるの。その子が NCT、 あ、もう入りたいって言ったらぜひぜひ応援しますけどね。こまちゃんに、みんなといるだけこま幸せだよ、本当に。いい歌詞、そういい歌詞なんだよ、聞いてみな、ヒーローっていう曲。三姉妹、三人もいらないよ絶対大変すぎるよ3人は。まあまあよくやるなって思うもん、だって3人いるのに私はたくさんの愛をもらってる実感があるからさ、もうどれぐらい子供に時間使ってんだって思うもん。
クマは二人、超理想は男の子と女の子一人ずつ二人欲しい。兄弟は いさせてあげたい。いた方が大変なことが多いけど、でも楽しい気がする。ハートありがとう。全員一斉に別々の方向に走り出す。やばい。うちの家系ね、案外おとなしいんですよ、私以外。あ、私と弟はうるさい。真ん中の子は本当におしとやかな子で、一姫にたら、確かに一姫大変やな。そしたら4人3人は、うん、この3人の一番上なんだよね。恐るじゃん。めっちゃお腹鳴ったんだけど、すごい。女の子は16で、確かに別にそんなでもすぐ結婚したいとも思わない。もっと一人の人生歩みたい。娘さん、あ、お一人なのね。かわいい。わあ、いっぱいお花、ロープありがとう。こうやってさ、スライドしていてなんかいっぱい見えた。あとされちゃって、うん、そうなのかな。でもちっちゃい頃から本当におとなしかったな。ちなみに弟、あ、離れすごい前なんだね。寂しいね。人それぞれか。別に寂しくない人もいるか。ハートありがとう。お風呂戦争してるの聞くと静か。確かにあれ妹、でもめっちゃ、うん、ちっちゃい。私はママになんだけど、おいらはどけ、ごめん、なんかちょっと深掘っちゃってごめん。ほめちゃんになんかね、私は ママに、妹はパパに、弟はちょっとママに寄ってるかな、でも半々だなみたいな感じだから、まだなんか似てるねっていうのはないかも。大人の反応、フォローありがとう、音符ありがとう。ママにって言っても、私はもうおばあちゃんにそっくりだから、おばあちゃんそっくりだからママの様子はあんまないけど、成長するにつれてちょっとずつママに似てきたかなって感じ。口元大滝と、本当？ハタありがとう。口似てるって言われたこと、てかまずユリアと似てるって言われたことないかも。おばあちゃん本当このまんまだよ。おばあちゃん本当に、あのね、一人でお散歩行くとね、あらすごいねって言われる。もう多分迷子なんないね、こまちゃんって。絶対見つかるよって。迷子になった時に同じ顔の人探せば、ばあちゃんがいる、おばあちゃんがいるから、あの絶対迷子なんないねってずっと言われてた。将来美人さんなるといいけど、いい年の重ね方をしないと。ほんとそんぐらいそっくりだった。今はあんまり、おばあちゃん、いや年相応なおばあちゃんですよ。でも可愛いよ。おじいちゃんはなんかね、最近ね、すごい、私もお仕事 NGT 入ったよとか、こんなことしてるよとか、新聞載ったよとか、ラジオ行ったよとか報告するんだけど、おじいちゃんが毎回、どういうことだって、学校は行ってるんだよな、まあ行ってるよって、え、おじゃバイトか、いや、まあ、バイそういうわけじゃないよって、ちゃんと所属してやってるよって。そしてで、何してんだって、
お金はいただいてるのかって、いただいてるよって、んどういうことだとか言って、なんかまだ理解してない仕組みを。だから孫がどんなことしてんのか分かんないなと思う。でも頑張ってるんだよってことだけは伝わってるから、頑張りなさいってずっと応援してくれますね。かわいい。おじいちゃん何歳なんだろう、会ったことないの。何歳なんだろう、80、70後半、80、劇場に連れてった。そうなんだよね、劇場ねえ連れてってあげたいな。そう、それだけ伝わってる、頑張ってる、うん、本当に伝わって頑張ってることだけが、なんかね、あ、自然渋滞の YouTube が、そう、音大きいしね、眩しいし、それはあるんだよ。田中、なんでそんな、え、田中なわけないでしょ。あと、え、私は会ったことあるよ。だい、あの、前、ずっと会ってるよ。おばあちゃんが元気に来た。確かに。バレちゃう。あ、そう、自然渋滞の YouTube が上がってるじゃない。それで、コマ映ったよって画面ピッて止めて見せたら、ん？これ、コマ？って言って、コマじゃん、まんまでしょって言ったら、ん？コマじゃねえわねえとか言って、たらばばが、あの、あ、じいとばばって言うんだけど、ばばが、メイクすると変わるんだねって言ってて、平和な空間が生まれるって。可愛いんだよ、うちのおじいちゃん。ジジババのとこ行くって言って。そう、まさに新潟弁なの。コンサート。まるで街売りの少女、でで街角に立ち尽くして、そっと行く、今すぐ声かけて。覚えてるもんだね。覚えてたわ。あれいいよね、衣装が最高だったね。劇場で確かにしたいね。誰か私を買ってください。衣装、あ、同じこと言ってんじゃん。誰か私を買ってください。いくら？そんないくらで値段のつけれるほどの女じゃないでしょ、私って。うざコマうざやばいやつすぎるね。プライスレス、プライスレス。何回も目の前がぷやってした。3000くらいなら、もうちょっと出してよそうそう、3000、3000か、ちょっと売れないかも、やっぱプライスレスだからさ。刻むね、もっと跳ね上がっていいんじゃない。セリ、セリだよねこれって。
バレない感じ。やばい、10円単位まで刻まれてきた。あ、オークションか。オークションだ、これは。3990円。なんか島村の売り方だね。そんなこと言っちゃいけない。810円。誕生日覚えてんじゃん、ちゃんと。嬉しい。3990円、めちゃめちゃ刻む。くまちゃんプレスです。ほら見習いなさい、みんな。くまちゃんプレスです。あ、セリはマグロか。マグロってセリあるよね。来週は生誕グッズも、え、わかんない、全然聞いてないけど、どうなんだろう。まあまあ楽しみにしてて。フォローありがとう。あ、みはるさん推し。市場は見なせ。そうそうそう、あれ手すごいよね。なんかいろいろみんななってるよね。よくさ、しかも聞き分けることができるよね。ケットバスや触れるもの当たり散らして傷ついて傷つけても、いて、流れ星ありがとう。こまちゃんおいしい生誕グッズ。あのね、事務所 NG 入れました。でも可愛いのできた。マジでいいので、マジでいいのできたから、ちょっと本当にお願い。はじめまして。何言ってるか分かんないよね、スリって。流れ星ありがとう。コンって言った。ハートありがとう。ハードル上がりまくり。そう、あ、上げていいのか、どうなのか。アンパありがとう。期待大、ほんと。みんな報告してね、どう思ったか。色は、言っちゃおうかな。私の描いた絵が絵なんだけど、私の描いた絵が映えそうだったから、ちょっとピンク、濃いめのピンクにしました。リアルマッチョだから。あ、あれそうだったっけ。嘘嘘、そうだよね。会ってない間に鍛えたんだよね。知ってるよ。事務所 NG は腹筋かきました。タオルはね、遊んでない。超可愛いのできた。タオルは可愛い。え、なんか違う可愛い。わー、ハート。ありがとう。ピンク似合う。嬉しい。タオルは全部言わないでおくわ。でもなんかね、私の好きが詰まった感じ。ピンク。私の好きが、全部ね、詰まった感じがありますよ。やっぱそうだよね、会ったことないよね。でも前言ってたじゃん、ぽっちゃりしてるって配信で。怪物か。やめなさい。ハートありがとう。楽しみにして。気になるよね。タオルは絶対ね、あのね、ちょっとやってほしいことがあるの。みんなに。発売されたらいいよね。マジで全部話したい。僕もね、こんなにさ、知ってるのに会ったことないのすごいよね。マッチョで何？
タオル、ま、危ないですから回さないでくださいね。お隣に当たっちゃうので。それ届いてる。いや、え、いいよ、家では振りましょうね、存分に。来たーって。音波ありがとう、ハートありがとう。じゃあ嬉しい。サモハンキンボ、何それ、振るってこう回すのが。腰が痛くなってきた。ああ腰痛い。聞こうけど場所よに触れるもの当たり散らして、ジャッキーチェン、え、怖いやつ、アクションスター、なるほど、俳優さんってこと。大丈夫、叩いたろか。うん、大丈夫、全然大丈夫で、あのなんか同じ体勢してると痛くなるじゃん、痛いっていうか重いっていうか。でもこま本当にね、最近ね腰が痛くなるんだよね、長時間を取っちゃうと。こまちゃんは CX プロジェクトにいなかった、いなかったね。衣装がね頑張ってくれますか、4兄弟表して。オンラインお話し会2ヶ月、そうなんですよ。みんなコマとお話しするの？コマとお話しするの？お話しするの？お話しするの？おいで。なんでね、わちゃごなかな。うわ、かわいい、みんな入ってる、嬉しい。緊張してて喋れない、確かに緊張はするね、時間限られてるからね。オフラインがいいね。そうだね、水がぶ飲みしてるよ。あと、うわー、ゲージのやついっぱいだ、ありがとうね。初めてオンラインしてみようか。いいじゃん、初めて。わじゃごのセクシー、え、わじゃごのセクシー選抜ですけど嘘ですよ、ひなさんのバスツアーと同じ日なのよ。あらー、それは残念だ。誕生日の時が、うん、何の時がどの衣装、オフライン、オンライン券でどこから、どこからってことだよね。どこから取得する、どこから取得するの、みんなどうやってコマとオンラインお話できるようになるの、教えて。
ガッタファンだって入んなくてもできるんだよ確か。お話し会はね確かそうだよね。あ、会員なんだ。え、ガッタファン会員ってさ、お金かかっちゃう？会員登録するのって。え、難しい、そんなのね。あ、耳かゆ。今回は1周年。あ、そういうこと。年会費6,600円。うわ、高い。この間、あ、ありがとう、黒のワンピース。え、あれはお誕生日のお話し会もガッタファン？あ、じゃあガッタファン、1周年のはガッタファンでしょ、もちろん。お誕生日のオフラインはどうなん？え、お誕生日もガッタファン？そんなのさ、寂しくない？なんでよ。ひどいね。コモが言ってあげよう、一緒に。なんでガットファンの方しか、みんなガットファン入らないとできないんですかって。いや、そりゃさ、なんかさ、ひどくないよね。そうだよね。そりゃさ、だってさ、ガットファン入ってる人へのさ、方への特典は、もちろんもちろんさ、あってほしいしさ。カイさんの私たちは DD にさせるなるほど、いろいろな意味が深いんだね。そうだね、いろいろね、あるからね。なるほど、シングルが発売されたら入ってない方でもできるんだ。オラインは風営法に、いろいろあるね。ごめんなさい、そんななんかひどいねとか言ってごめんなさい。これからもフローラさんよろしくお願いします。そうだね、劇場の受付ででかいね。そうなると、シングル出てほしいね。楽しみだね、21時の配信がシングルで発表であるとね。いろんな可能性があるんでしょ、みんなにとっては。楽しみだね。特典じゃないと、そういうことか。なるほどね。受付で5,000円そんな値段換算なんてしなくていいんですよ。来てくれる方とお話ししてるだから。そう、刀剣買うとね、ちょっと長く、お会計の分ね、ちょっと長くお話しできるんですよ。そうだね、あの別最後かのシングルか、もうちょっとで1年だね。街角って偶然君の彼氏と彼女を見かけちゃった。
うてなんかくんじゃってなんだか妙に親しげな雰囲気で声をかけようとしたら不意にの路上キス。こいちゃん大丈夫？なんで？なんもない、大丈夫だよ。自分刀剣だけそんなに。あら、そういうこともあるよね。椅子に足、確かにそれはちょっと辛いね。認証してもらった。そこで惚れちゃったんだ。今日は何の発表？楽しみじゃね。アカペラ大好き。ありがとう。日曜日昼公演東京で鍵閉めの3人も。お、めっちゃいいじゃん。この前タブレットを上に上げる途中で顔認証が。え、どういうこと？どういうこと？すごい優秀なタブレットだったってことかな。4機顔はいくて一番面白いコメちゃんです。コメちゃん受付いつもいい。え、いい席、めっちゃいいじゃんそれ。写真集コメちゃん君燃えてる、かわいい。伝わらなかった。これするのが好き。立ち見でも、でも辛いよね。2時間立ちは。受付は後ろに人がいるから早く開けないと。うん、まあゆっくりで怒る人いないでしょ。サングラス外し忘れても認証さ。そんなことあるんだ。すごい良かったじゃん。違うよ、メガネはいけるんだ。でも帽子はダメなんだ確か。でもサングラスだもんね、目が見えなくなってるってわけでしょ。目が隠れてるってことでしょ。どうなんだろうね。ほんとかわいい。パスしてる、何回かねパスしていただいてるんだよね、何人かに。あー、でも確実に顔見てはいるね。立ち見はバーがある。あー、バーがね、割りかした。うすごいね。なんとしても気づき、次やね。メガネいつも、そっちの方が確実だけどね。ルアさんのルームからやってたね。美容院行ってきました。可愛かった。俺はいつもなーちゃんをスルーして、でも案外なーちゃんの方に行きたがる方の方が多いんですよ。なーちゃんって覗いてるんだろうなっていうのが分かる。全然行ってくださいって書いちゃうけどね。なーたほんと可愛いんだよね。衣装、衣装が会いたい。下手のだんだんの立ち見やつ。下手どっちだ。あ、はい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 。あ、つらいね、つらいね。そうだね、なんもないね。え、三原さん、どういうこと、どういうこと。え、応援、え、観客席で一緒に行っちゃうかな。立ち見でも足悪いからスタッフさんに。あ、そんないい子があるんだ、いいことがあるんだね。いいじゃん、こまちゃん嬉しい。こまちゃんね、いやみはるさん応援しに行くんだ。極秘でストーカーし
審査員さんの横で、じゃあダメだ、追跡できない。ショック。こりゃダメだね。おとなしくね。みはるさんを今度デートに誘いたいと思います。デートしませんか。パッサーいっぱい。そうなのよ、みんな同じこと考えるんだきっと。嬉しいけどね。あーやばい、誕生日もないとじゃん。え、始まってんじゃん公式ルーム。やばい。それではなんで9時からって言ってたじゃん。早めに始めないでよ。いきますね。10歳ハルキングさん、ありがとうございます。12位マサさん、ありがとうございます。11位リカさん、ありがとうございます。10位 TT シアさん、ありがとうございます。9位ブルーさん、ありがとうございます。8位サケコウイチさん、ありがとうございます。7位まるちゃんさん、ありがとうございます。6位ケイタさん、ありがとうございます。あ、画面一旦読んじゃおっか。ケイタさん、ありがとうございます。5位ワンワンさん、ありがとうございます。4位哲夫さん、ありがとうございます。3位文ちゃんさん、ありがとうございます。2位おじゃさん、ありがとうございます。1位りょうさん、ありがとうございます。早めに開くんだね。よかったよかった。かわいくいたって。ハートいっぱいありがとう。うわラッパーありがとうね。ハートありがとう。キックで返してフォローしました。え、そう、読んでしまえばね、配信見えますよ、もちろん。私はどんな発表か知ってるので、あのみんながどんな反応するかなっていうね。ほらありがとう。優しさとは一体なんだろう。この事実伝えなきゃいけないか。それなのに嘘をついてても君を守ろうとすることか。最近優しさの重さ好きなんだよね。スクショタイムしよう。ふん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 。この曲が消えそれはなかった、それは全然考えてなかった。音符のハート、お花の音符ありがとう。ハートありがとう。ハートもありがとう。あ、じゃあちょっと空白の3分間4分間を作ってみんなをウキウキワクワクさせようかな。みんな、そうだね。はい、じゃあ今はちょっと意地悪をして早めに終わりたいと思います。バイバイみんな、公式ルームでお会いしましょう。ありがとうね、来てくれて。フフフフフフフ。